豆キュン。やんちゃなトーマス、知らない人についていっちゃダメ。お母さん、ケビンとアリスと公園で遊んでくる。いいよ、危険な遊びはしないで気をつけて遊んでね。うん。トーマス、おはよう。トーマス、これ見て、かっこいいだろ。うわあ、かっこいい。あらまあ、坊や、本当かっこいいね。私はもっとかっこいいお城を持っているよ。わあ、本当？そうよ、見せてあげようか。ついてきて。うん、トーマス、アリス、一緒に行こう。うん、僕も行ってもいい？もちろんよ、行こう。うん。アリス、何しているの？お母さんが知らない人についていっちゃいけないって。私は悪い人じゃないわよ、アリス。かわいい子ね。おばさんもあなたの家の近くに住んでいるよ。そうなの？アリスの家に近いの？そうよ。アリス、ほら、知らない人じゃないよ。そうだよ、一緒に行こう。おばさんが本当にかっこいいお城を見せてあげるから。そうしようか。行こう。あれれ、トーマス、今知らない人について行こうとしているの？うん、おばさんがかっこいいお城を見せてくれるって。トーマス、お母さんが公園を離れて他の場所に行くことになったらどうするように言ったっけ？あ、そうだ。おばさん、携帯貸して。携帯はどうして？お母さんに電話するの。すぐに戻ってくるから電話しなくてもいいのよ。なんで？お母さんは公園を離れて他のところに行くときは必ず電話するように言ったのに。いや、電話はしなくてもいいよ。おばさんはあのお嬢ちゃんの隣に住んでいるから。お嬢ちゃんじゃなくてアリスだよ。トーマス、早く行こうよ。僕はお城が見たいの。ダメ、お母さんが必ず電話しなさいと言ったから。あれれ、バッテリーが切れちゃった。もしもし？あら、どうしよう。今は携帯が使えないの。嘘ついているように見えるけど。ケビン、あそこのおまわりさんに話そう。こんなにじっぱりな子供たちは初めてだわ。ふう、危ないところだった。悪い人だよ。アリスが正解だった。知らない人には絶対ついていっちゃダメ。怖い。そろそろ帰ろう。うん、みんな、トーマスと子供たちはバイバイ。これから知らない人には絶対ついていかないことにしました。みんなもできるよね。チャンネル登録してね。